ですね、昨日すごい面白い、セミナーというか講演会に行ってきたんです。ですね、こういうやつで人生の模様替え、ね、部屋が輝けば生き方が輝く、人生の模様替え、あなたの心を輝かせる空間心理、ソナレ雄二先生ですね。ソナレさんっていう親しくさせてもらってる方なんですけども、ものすごい面白い、講演会でした。出版記念講演なんです、ね、で出版記念講演なんでこういうね本が出ましたっていうことなんですけど、実を言うと白紙なんですね、うん、でなんかこう、ネタを明かせば出版の意思決定記念講演っていうことらしくって、ソナレさんっていう人はね、引き寄せとかそういうことも非常に勉強もされてるし、実際いろんなことを引き寄せられる方で、で、専門は空間心理、例えば部屋の状態が心の一つのこう表すラインになってますよみたいなことを主に、いろんなコーチングとかも含めていろんなことをやってらっしゃる方なんですけども、彼がですね本を出すというか出すっていうことを決意して、で実際にこう出すっていうふうに決めたらどのように引き寄せられるのかっていうことを、ある種実験的にやってるっていう試みのイベントだったんですね。でね、すごい面白かったのが、大阪のとある、ホテルの一室というか、その宴会場みたいなところに100人以上集まったのかな。で実際にもう司会の方が、ちゃんと、されてて、でいろんな祝電が届いてたりとか、松田美穂先生のお祝いの花がドンと置いてあったりとか、そういうすごい状態で、もう本当に、出版記念講演にファンが来たっていう感じでやったんですね。でね、そう思ったことは、大人がね、こう、大真面目にふざけるというか、楽しむことの大切さっていうのをね、ものすごい感じました。で、なんかやっぱり最近こう、いろいろね、景気悪いとかいろいろ言いまして、中小企業さんのお手伝いなんかさせてもらってても、なんかいい話聞かないなとか、経営者さんそのものがもう本当に落ち込んでらっしゃったりする姿ってよくいるんですけども、なんていうのかな。昨日集まってた人たちっていうのは、その自分の夢っていうものをしっかりと自分の中でこう心に決めたときに、本当に引き寄せられるんだっていうことがね、すごくこう、実感できるし、そうありたいなって思う、その場の空気を共有できる人たちの集まりだったんですね。なんかね、すごい楽しかったです。なんか本当楽しむことの大切さっていうのが分かってきました。それとやっぱり何よりも思ったのは、例えば夢が現実になりますよとか、思ってる通り叶いますよって言ってる人は多いんですけど、その中でやっぱり自分のできることをやると決めて実際にやってみるっていう、そこの大切さを忘れずにきちっと伝えてらっしゃるっていうところが、そうなんですか、すごいなっていうふうに感じました。例えば身近にいる人に喜んでもらうとか、昨日申し上げたのが、今日集まってきてくれた人たちが楽しんでくれる、ハッピーになってくれることが自分はすごく嬉しいんだって言ってて、本当にその楽しもうよっていう趣旨なんですね。で、そのためにこういうのも作る。これもある印刷会社の社長さんが、平行出版っていう、こっちですね、表紙こっちですね、出版社を作るっていうことを自分でもおっしゃって、で、じゃあ、まずはこういう形を作ってみようじゃないかって言って、いわば自腹を切って、プレゼントされたらしいんですね。で、そういうところも、やっぱソナレさんがやろうよっていう、その夢に、実現していこうよっていう行動に対して、本当にそうだなって思った人が、こう、賛同して乗ってくるみたいな感じで、それはね、ものすごい、ここの、タモさんっていう社長も、すごい素敵な方で、すごいすごいいい出会いで繋がっていってるんだなっていうことが分かりました。だから昨日思ったことっていうのは、あんまりこう世の中難しく考えるんではなくって、身近な人をハッピーにできる何かって誰でも持ってると思いますので、それをねちょっとでも実行に移して、でなんかちょっと人がハッピーになってよかったっていう一日を過ごすことが、いろんな夢、例えばソナレさん自身も別に出版することがね最初の夢ではないわけで、その先にある自分の本当の気持ち、誰かを幸せにしてあげたいとか、そういうところにつながっていくっていうことがどれほど大事なのかなっていうことをすごい実感できるイベントでした、ね、
都成雄二さん、ぜひ皆さんも注目して、ご存知の方はご存知だと思いますけど、また機会があったら、皆さんも行ってみていただきたいなと思います。